今回は世界的に有名な海外文学の作者48名を暗記できる一問一答です。まずはイギリス文学より13名です。ロミオとジュリエット、ハムレット、ベニスの商人。答え、シェイクスピア。ロビンソン・クルーソー。答え、デフォー。ガリバー旅行記。答え、スイフト。傲慢と偏見、エマ。答え、ジェイン・オースティン。クリスマス・キャロル、オリバー・ツイスト。答え、ディケンズ。不思議の国のアリス。答え、ルイス・キャロル。宝島、ジキル博士とハイド氏。答え、スティーブンソン。シャーロック・ホームズの冒険。答え、コナン・ドイル。月と6ペンス。答え、モーム。そして誰もいなくなった、オリエント急行の殺人。答え、アガサ・クリスティ。1984年、動物農場。答え、ジョージ・オーウェル。日の名残、私を離さないで。答え、カズオ・イシグロ。ハリー・ポッターと賢者の石。答え、J.K. ローリング。次はフランス文学より9名です。赤と黒、パルムの総員。答え、スタンダール。ゴリおじいさん。答え、バルザック。で、ミゼラブル。答え、ユーゴー。モンテ・クリスト伯、三銃士。答え、アレクサンドル・デュマ。ボガリー夫人、感情教育。答え、フローベール。女の一生。答え、モーパッサン。ジャン・クリストフ、ベートーベンの生涯。答え、ロマン・ロラン。星の王子様、夜間飛行。答え、3、テグジュペリ。異邦人、ペスト。答え、カミュ。次はドイツ文学より4名です。若きウェルテルの悩み、ファウスト。答え、ゲーテ。魔の山、ヴェニスに死す。答え、トーマス・マン。
車輪の下、デミアン。答え、ヘルマン・ヘッセ。変身、城、審判。答え、カフカ。次は、ロシア文学より、4名です。初恋、良人日記。答え、スルゲーネフ。罪と罰、悪霊、カラマーゾフの兄弟。答え、ドストエフスキー。戦争と平和、アンナ・カレーニナ、イワンのバカ。答え、トルストイ。桜の園、カモメ。答え、チェーホフ。次は、アメリカ文学より、9名です。モルグ街の殺人、黒猫。答え、エドガー・アラン・ポー。白ゲイ。答え、メルヴィル。若草物語。答え、オルコット。トム・ソーヤの冒険。答え、マーク・トゥエイン。グレート・ギャッツビー。答え、フィッツジェラルド。響きと怒り、8月の光。答え、フォークナー。老人と海、日はまた昇る。答え、ヘミングウェイ。風と共に去りぬ。答え、マーガレット・ミッチェル。ライ麦畑で捕まえて。答え、サリンジャー。最後は、その他の国の文学、9名です。イリアス、オデュッセイア。答え、ホメロス。神曲、神聖。答え、ダンテ。ドン・キホーテ。答え、セルバンテス。アンデルセン童話。答え、アンデルセン。人形の家。答え、イプセン。赤毛のアン。答え、モンゴメリ。亜級聖伝、狂人日記。答え、ロジン。ムーミン。答え、トーベヤンソン。百年の孤独、予告された殺人の記録。答え、ガルシア・マルケス。お疲れ様でした。
今回は有名な海外文学の作家一問一答でした。古典文学から現代文学まで世界中で愛されてきた名作は多数あり、日本文学とは違った世界観が味わえます。文学作品を通して歴史や文化、作家の思いや巧みな表現方法に感動できますよね。このチャンネルではあらゆる情報をシンプルに楽しく学べるように一問一答形式で作っています。この動画が勉強になったと思われた方は高評価、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。エヴァの一問一答でした。